息子の将来が心配だわ。私のこんな安月給であの子を立派な大人に育てられるのかしら。もしあの子が大学に行きたいって言ったら奨学金でも借りないと無理ね。ママ何何どうしたの。初めてのお使い行ってきていい。初めてのお使い。うん、あれだとそれ一人で行くのよ。それ初めてのお使いだからね。いやダメ、そんな危ないわ。もし誘拐されたり交通事故だったらどうするの。大丈夫だよ、そんなの。いや、ダメだ。そう、防犯ブザー。いや、大丈夫、大丈夫だから大丈夫か。じゃあ、行ってきまーす。防犯ブザー。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、心配だわ。今回お使いに行くのはケイタ君、精神年齢3歳。行き先は200メートル先のコンビニ。じゃがいもを頼まれました。心配性なお母さん、バレないように後ろをついていきます。あの子一人で大丈夫かしら。心配だ、心配だわ。あ、心配だ、心配だわ。おい、お前ついてきてんじゃねえよ。お前よ、だって心配だったから。お前ついてきたら初めてのお使いじゃなくなるだろ。お前、そうなの。そうだよ、あれ一人でやるからいいんだよ。お前よ、なんか分かったか。お前入ってろ。お前アホが。お、サッカーボール落ちてる。えい、おい、お前どこに向かってボール蹴ってんだこの野郎。ちょっとわざとじゃないんです。わざとじゃなかったら車にボール入んねえだろ。まあ、そんな感じで今僕お使い中なんですけど、ちょっと車貸してもらっていいですか。やめろか、出ろか。子供って何をやっても許されるから羨ましいな。いや、荷物多いな。今日で終わるかな、これ。あれ、これどうやって運転すんだ。俺様マニュアルは運転したことねえぞ。おい、てめえ、この野郎、降りろ。てめえ、どこ見て運転してんだ、てめえ、この野郎。置いとくか悪いんだろうが。はぁ、お使い中なんで。はお前、ちょっと待て、この野郎。おい、あ、配達中のお兄さん、髪長いな。お兄さん、こんにちは。こんにちは。何してんの。今ね、キャンプしてるんだよ。そうなんだ、楽しんでください。ありがとう。はぁ、ちょっと休憩するか。いやん、あ、え、なんだなんだ。はちょ、なんなんなん、はちょっと、はあ、はあ、おい、お前なんでこれバカって書いてんだよ。おい、え、だってキャンプしてるやつって全員バカじゃん。はあ、そんなことねえだろ別に。だってなんかさ、変な環境で一人でなんか行ってさ、ド M かなんか。だからってお前これ書くことねえだろうが、お前この野郎。じゃあまあ僕使えるんで。はあ、おい、ちょっと待てお前、これどうすんだよ。お兄さん何やってんの。天気いいからね、洗濯物干してるんだよ。あ、そうなんだ。じゃあバイバイ。バイバイ。よっしゃ、よっしゃ、いけいけ。あ、面白いや。おい、なんで、なんで服、あっち、あっち、なんで服燃えてんだこれ。ちょっと誰か、消防車、消防車呼んで。窃盗、器物破損、放火、万引き、すべての犯罪をコンプリートしてご満悦なケイタ君。びっくりした、びっくりした。おかえり。おお、心配、心配だったよ。すごいな。大丈夫、怪我とかしてない。大丈夫大丈夫、怖い目とかやってない。もう全然大丈夫だよ。かった。あれから10年。ケイタ、うん、どうした。ちょっとお使い行ってきて。あ、オッケー。ウーバーしとくわ。ウーバー。あれから100年。ケイタ、お使い行ってきて。ありがとう。うわ、惜しい。やった。
くそ、うん、えい、あーごめん、えい、いやー竹、うわー惜しい、うわー惜しい、えい、うわー、えい、うぃー、えい、うわー惜しい、えい、うわーマジか、お、サッカーボール落ちてる、えい、OK、 OK、 いいですか、前、後ろ後ろ後ろ